知る人ぞ知る長野の伝統食材、そばの実をそのまま食べるそば飯。粉にしないことで生じる驚きのメリットとは。長野県中央部に広がる安曇野市、西にそびえ立つ海抜3000メートル級の雄大な北アルプス連峰の膨大な雪解け水が豊かな流れの川となり、さらに伏流水となって町中にあふれ出す湧水の里。標高500メートル以上の高地にあるため、昼夜の寒暖差も激しく、北アルプスの雪解け水が湧き出す水はけのいい土地は長野県の大切な食文化であるそばの栽培に最適。安曇野のそばはこの自然が作り出した財産です。 100% 有機栽培で、かつ圃場ごとの特質を生かしてそばを作ってます。江戸の昔から先人が守り受け継いできた安曇野の田園風景、自然と人が共に作り上げた風景の中作られているのが無農薬有機栽培むきみそば。長野県では昔からそばの実を引くことなく食べてきた。そばの実を米に混ぜて炊くそば飯は長野県の伝統料理。そのまま炊いてもよし、軽く煎ればそば茶としても楽しめる。ヌードルにした後、茹でる段階でそばの美味しいミネラル分がかなり溶け出しちゃうんですね。むきみそばですと、そのまま健康にいい成分 100% 体に取り入れることができるんで。そばは抗酸化作用を持つルチンや脂肪の吸収を抑制するレジスタントプロテイン、その他良質の成分を多く含む健康食品。むきみそばはそのそばの持つ豊富な栄養成分を余すことなく取ることができる。お米に混ぜたり、お粥を作ったり、あるいは茹でたものをサラダの上に乗せたり、いろんなバリエーションが考えられます。そばの栄養分を逃さず食すことができるむきみそば、楽しみ方は無限大。